よし。ちょっと減ってるでしょ。あのね、これね、意図して減ったわけじゃなくて、最近ね、お漬物がちょっとうますぎて夜寝る前ですよね、まあ、ここに泊まる、加賀に泊まる時ですよね、まあ、いつもね、ビールを、まあ、2本ぐらいですかね、352本ぐらい、もう軽めにして寝てるんですけどね、まあ、おつまみみたいなのをちょっと食べるじゃないですか。今のブームがお漬物ね、特にキュウリのキュウちゃんね、だからキュウリのキュウちゃんをポリポリっと食べて、あとカニカマとかねちょっとね、とてもね、人様に言えるような食生活じゃないでしょう、まあ、そんな、それがハマって、それで満足しちゃってるんですよね、夜寝る前ね。だからかなと思うんですけど、まあでも、まあただ3日目ぐらいなんですけど、なんかやっぱちょっと落ちてきたんじゃないかなっていうね、気がしましたよ。で、今日はね、新しいアイテムをこのね、いつものね、ビタミン1錠、ヘム鉄2錠、そしてこのエッセンシャル BCAA 1錠ね、そしてなんとそれに今日買ってきたのがダイエットパワーDHC ね、カルニチンアルファリポ酸 BCAA、 BCAA も入ってるわ、まあいいわ、過剰摂取だわこれをね、意識高い代名詞のゲロルシュタイナーでこれだけの錠剤をね、一気に飲んじゃおうかなと。いただきます。ちょっとごめん、今日のね、本題実はそんな話すこと1、2分しかないから、もうちょっと紹介していい？ごめんなさいね、もうだからちょっと雑談メインになっちゃいます、ごめんなさい。週末ですかね、スーパーペインターのですね、ノブさん、何ノブさんって言ったっけなノブペイントのノブさんね、名字がね、あ、でもね、ごめんなさいノブさんね、ノブさん名前なんて言ったっけな、あ、ダメだダメだ、ど忘れ、さ、昨日ちゃんと覚えてたのに、今こうカメラの前立つと忘れるんですよ。これはね、カメラの前にで話す人しか多分わからないいただきました、これがね、じゃあ見事な毒を頂戴しました、豊橋からのお土産、これブラックサンダーって書いてあるでしょ、ね、株式会社おかめ堂、あー、いっぱいありますな、豊橋じゃかなり有名なお菓子屋さんなんですか、それとこのブラックサンダー、有楽さんがコラボしたってことはあれですか、あれですか、和菓子にあんにブラックサンダーが入ったってことでしょ、大丈夫ですかこれまあね、うまいものとうまいものを掛け合わせればうまいに決まってますからね、じゃーん、あ、ここに稲妻のマークがありますわちょっとこれ多分見えないと思うけどね、いただきますよ、うん、どら焼きの皮あるでしょ、皮みたいなありますよね、あれにブラックサンダーが入ってますわどら焼きにブラックサンダーみたいな感覚、美味しいよ、美味しいけど、まあネタ商品っちゃネタ商品だね続いてね、エントリーナンバー2はこちらなんですけど、これ持ってきてくださったのは奈良の田村さんというね、典型的な絵に描いたような関西のおっちゃんがいるんです本人はジェントルマン言ってますけど見た目からこう話す内容までもう関西のおっちゃんを絵に描いたようなねでもね、すごい超エキスパートドライバーさんですよね。でもお話聞いたらね、ラジコンもすごく長くやってらっしゃる方で、今はねもう社会的地位もねある方で、奈良の、まあ、どこぞのトヨペットの所長さんだったかな、店長さんだからされているというね方がですね、ふらりとお越しいただいて持ってきてくださいました。これがね、本当ね、奈良の中の奈良、東大寺とか
東大寺あるでしょ、奈良といえば、まあ、まあ東大寺ね、あとまあ鹿なんですけどその本当に小学校とか通うときに東大寺の横というかその正門あるでしょあの東大寺 の、 あの門とかの脇を通って通学してたっていう奈良の中の奈良のとこですその男がですね持ってきてくださったのはこのバームクーヘンなんですけど、六夜さんっていうすごい多分有名なんでしょうね。これのね鹿バームクーヘン、鹿の角って鹿の角、これ見た瞬間お XO リングですよ完全にね、これ何が鹿なんだろうってね。で、あのこれを見てたらね、こう断面があって、断面切ったの、切った断面がこれが鹿の角に一応当たるのかなっていうんで、まあ、せっかくの頂戴したいと思います。ちょっと包丁持っていきますわ。こうあんまね、ちょっとにしとこう、とりあえずね、まあ、バームクーヘンはね、私がもう嫌いな食べ物の代表みたいなもんですからね、本当に鹿の角XO リングの断面ね、これね、もうもうハ一人で食べちゃうから、もうこんなのね危ないから、毒禁止でお願いします。餌付けをしないでくださいみなさんこんにちは、ガーノ高橋です。今日はですね、ごめんなさい、前振りがすごく長くなっちゃいましたけど、本題自体はね、まあ、ちょっとした予告と言いますかね、まあ、ちょっとしたこういう動画がありますよという実は話なんですね。今私が編集している動画なんですけど、実は先日ですね、足立慎之介選手見えた時に、あのね、実はですね、すごい動画をね、撮れたんですよ。ね、もう結構前でしょ、もう2週間以上経つのかな、なんでまだしてないのってお話じゃないですか。実はね、そのすごい動画を撮ったんですけど例えば私自身が、自分がもう本当ね、悔やんでも悔やみきれないね、ミスがあって、マイクが入ってなかったんですよ。どうでもいい私の声だけがガンガン撮れてて大事な足立くんのですね、マイクが入ってなくてピンマイクつけてたんですけど、もう最悪で、私これまでね、いろんな動画ね、もうなんかね、この間気づいたら700本超えてましたね700本撮ってきましたけど、私の中ではもう超高ランクに位置する、まあ、いわばラジコンを速く走るためのですね、すごい動画を撮ったんですけど、入ってなくてもう悔やんじゃって、でもあまりにもこれ有料にしちゃってもいいんじゃないかっていう、私の中ではね、すごい動画なんで、もう悔やんでも悔やみきれなくて、もうね、頑張ってね、字幕をつけてもらいましたごめんなさい、自分じゃちょっとね、今の仕事環境だからじゃもうちょっとつけれなくて、ちょっとね、プロに字幕をつけていただきました。ちょっと足立選手の声だけね、でそれが上がってきましたので、それを今編集、鋭意編集中なんですが、でその動画何かと言いますと、かなりね、競技を本気でやってらっしゃる方向けの、かつバギーを本気でやってらっしゃる方向けの動画にはなります。まあ初心者さんね、これからね、上手くなりたいとか、これからバギーの競技を始めたいという方でも、もちろんね、へえふーんっていう感じでね見ていただけるかと思うんですけど、今競技を本気でやってらっしゃる方、バギーですね、謎と言いますか、これちょっとねご説明しますと、各サーキットへ行って競技バギーを真剣にやるようになって、じゃあレースも出られてる、かつじゃあちょっとビッグレースなんかも少しずつ出るようになっていったっていう方が最初に思うっていうかね、多分5年10年やってる方でも多分ね思うんですけど、世界を代表するようなトップドライバーの走りを目にする時があるんですね。まあ、日本でいうと、まあ、現在当然杉浦雄介君とか、最近ちょっとバギーやってないですけど、松倉直人君とかね、あとベテランの、足立君とか、当然あの秋元幸太選手とか、他にもねヤングドライバーですごい選手はたくさんおりますけども、
その世界を舞台に戦うような選手たちの動き、走りっていうか特にジャンプですね、あのね、最初見ると唖然とするんですよ。何これ、何なの何なのあのジャンプってね、思うんですよ。それはね、その競技バギーっていうのをやってレース出られたことある方ならね、誰もがまず思うことなんですね。で、例えばですよ、ジャンプ一つとっても、ジャンプはね、まあ、普通始めたらこうふわっと飛んでシュッと合わせる、ね、綺麗にジャンプを基本的に飛ぶっていうのが、これ決して間違ってはいないんですけど、違うんですよね。速いドライバーっていうのは、ね、そんなふわっと飛ばないんですよ。パシュッと飛んで、もう頭を落として低く飛んで、着地、なんなら空中で加速してですよ物理的にするわけないでしょ、でもするんですよ。で、着地したら視界から一瞬消えるんじゃないかっていうぐらいすごいけど、パシッと加速する、あの動きは何なんだ。空中でね、車を姿勢制御、煽ってね、パタパタッと煽って、ね、次のコーナーに備えるあの動きとか、あれは一体何なのって思うんですよね。で、これあの動きっていうのは長くやってるベテランさんであってもそうやすやすと出ないんですよ。本当に世界を舞台で戦えるぐらいのレベルにならないと、そのかっこいい動き、すごい動きって出てこないんですね。これは本当なんです。みんな思うんですよね、あれ何やってんだろうって、あれなんであんな低く飛べるの、なんで空中で加速するのね。みんな思うんだけど、まあ、なかなか聞く機会もないし、聞いたとしても多分ね、若いドライバーなんかだと本能でやってたりとか勝手にやってたっていう部分があって、うまく多分説明できなかったりとか、あとやってる本人たちも完璧に、私のでもなんですけど、完璧に 100% 理解してやってるのかどうかっていうと、なんかね、多分脊髄で動かしてる部分があると思うんで、なかなかうまく聞けなかったりするんですね。当然あのトップドライバーでね、会う機会があるとすれば、大抵の方っていうのはレース中になりますよね。レース中ってなるとやっぱね、レース真剣にやってるのにね、あの悠長にゆっくりとお話することもね、難しいじゃないですか。そういうこともあって、なかなか聞けないと思うんですが、今回あの全てを理解してですね、大ベテランであり現在もトップドライバーのあの足立選手に、なんとその秘密を全部なぜか重いから、あとやり方からですね、実はね、全て聞いたという動画になるんですね。あのごめん、本題が短いからって言って話したのに全然長くなっちゃったね。ほんとごめんなさい、もうほんと反省ですわ。今現在ですね、競技バギーを真剣にやっている方にとっては、誰もが思う謎とかね、聞きたいことっていうのを全て表した動画になっているかと思いますね。オンロードしかやったことない方とか、あと動画でしか見たことない方とかね、あと初心者なんかにもちょっとね、今お話聞いてもね、ピンとこないと思うんですね。あの動きっていうのは実際生で見た人間ですが、ちょっとね、わからないものではあるのでね、ですが、それを知っている方にとってはかなりの、神動画になるかと思います。で、今までそういうトップドライバーっていうのは、まあ、それはオンロードも、ね、オフロード問わずですね、本当にその考えとか走りとかっていうのを事細かく明確に分かりやすく説明してくれた動画っていうのはおそらくないんですよね。その動画の走りとしてですね、この動画ですね、今後に残っていく超永久保存版と、ね、いうことで、ぜひご覧いただければなと思っております。今興味なくてもですね、2年後3年後にバギーを始めた時には、おっとこれかとっていう風に見直していただいてもいいですし、そういった動画に、ね、なったかと思いますので、まずねちょっと雑談を兼ねてですね、今回宣伝の動画を撮らせていただきました。すいません、長々と申し訳ありませんでした、はい、それではね、今日の動画もしよかっただとかなと思っていただけましたら、高評価お願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。